じゃあやってることは同じなんだけど、こういうふうにこういうこう来たらこう来てこう来てこうやってっていうのはやめましょうよって話。それより意識ね、例えば来たら、ああ来たらやばいなってやばいなって思ってないと やられちゃうの。いやいや、こうやってやって持たせたらやられちゃうんだ。ああやられちゃうの、もうここでね、ここでやられちゃってる。だから持たれたら終わりだと思ってんの。だからやってんの。だから持たれないようにやってんのって、持たれない。それで資格もらうっていうのはすごい大事で、ここでやってたらやられちゃうんだから、だから資格もらってやばいって、そういうふうにやってんので、その肉体のだからこう形をこうやってやって、持たれたらこうやってやって当て身入れて入ってって、そういうこと考えてないの。やばいなってことしか考えてないの。やばいなってやられちゃうなって、ああやられる前にやっつけちゃうって、そういう感じ。やられる前にやっつけちゃう、やられたら終わりなんだよ、死んじゃったら終わりで、でそういうことが、まあ白の稽古じゃないなくて、その紺の稽古、魂の稽古じゃないかなと思ってるんだけどね。だから優先はやばいってのは危ないって、命が危ないとか、ああ来たやつ、すごいライオンが来たって、でああこうやって持たれたのやられちゃうんだよね、やられちゃうから四角に入って、あーやばい、起きてくる前にあー応答した方がいいやって、そういうふうに思ってんの。そういうことね。じゃあちょっと好きにやりましょうか。あ、好きにじゃないね、じゃあ塩投げって形があるから、塩投げの時はこう持たれてギュッて力が入っちゃったらやられちゃうの、あえてやられちゃうの。だから僕は四角に入って、ね、種目、こういう種目のね形の方がいいんだったら種目だけど、ダメだったら古典か、そして下から入ってるって、そういう形だから、種目でやりなさいとか転換でやりなさいとかって言ってる人いるんだけど、それは状況に応じて、彼の状況に応じて、でこれは種目じゃないですよね、僕は安定してるのね。でもここを取るのは同じで、本当は白の稽古はすごい、なんかそういう肉体の稽古だったら種目にあれして線を外してね、そしてこういうふうに出てくるのが正解だと思うんだけど、僕はやばいなってことしかない、やばい、だから種目じゃないの、それでこう入ってんの、四角に入ってんの、そういう感じで、どっちでもいいから、で そっちが優先っていうかな、そのやばいなっていうのが優先して、少し稽古やって、じゃあ手法投げの稽古やってみましょう。ね、いつもやばいと思ってるんですよ、自分が一番弱いと思ってるから、で彼強いんでしょ、だから姿勢が曲がったらやられちゃうの、それから5になったらやられちゃうの、だから来たらやばいって、ほら逃げる場所があれば逃げる、こうやって逃げるんだけどね、でも来ちゃったんだよね、来ちゃったよ、持ったんだよね、持ったらしょうがないから資格もらって入ったの、そういう感じにしたいのね。で彼が来ました、サイン掴まれました、それからで1個ないんだから、弱いんだからね、だから来て、来たで捕まれたの、その時に自分が有利にしときたいわけ、こうやって上がってもいいよ、こうやってまあ入ってきてもいいよ、でどうでもいいんだけど、要はこれ持って彼が考えてることは僕はやっつけることなのね、で僕はやっつけなくてもいいんだけど、逃げてもいいの、逃げて、ああさよならってさよならってこうやって逃げて安定してるって、そういうどっちでもいいので、やばいなってこうやって逃げてもいいの、こうやって逃げてさよならってこうでもいいので、その肉体の稽古やるとどうしてもこうやって外して後ろ入って切って後ろ入っていざつけてってこういう風になっちゃうから、じゃなくて、あやばいやばいなってこうやばいなこうやって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 ね、こうやってやばかったら、まあこうやって握ってるからね、どうしようかなと思ってるんだけどこうやってね、逃げて倒すとかさ、いろいろこうやって握られないようにして、あさよならってこういう方がいいわけじゃん、
でそういうことをだから優先して、肉体の稽古よりもそのやばいなっていう気持ちを優先して逃げちゃうとか、自分が弱いんだからね、あの危険から遠ざかるっていうことね、そういうことをあのやることと、もう一つは形がちょっとつながってないようにこうね、後ろ逃げちゃう。それからこうやって起きてきたらこうね、こうあのなんていうの、入り身投げとかね、それはやばいっていうから、やばいっていう意識があるから、あの形があるから、その入り身投げやってるわけじゃなくて、やばいなって、それが優先してるってこと。やばいな、だから後ろを通り過ぎて落としてバッてこうね、こう入ってきたって、そういう形ね。でそういう形でちょっとじゃあ入り身投げやってるか。いや、こうだから手をね、こうやって上がって、これ肘あるね、あるね、だから肘当たらないように押さえながら、こういうふうにほら押さえながら落としてくるとかさ、それからこうやって来たら後ろを振り返ってくるから、こういうふうにだ、手を首筋に持っていけとかね、あの ここじゃ上田さん低いよとか言われちゃったりなんかするんだけど、あんまり関係ないの。要は彼が攻撃してくるのを、うわーやばいんだから、こう逃げてんの、どこ触ってても関係ないの、落としてんの、そういう感じでやった方がいいんじゃないかなと思う。でそれが肉体の稽古じゃないから、あのやばいなっていうのが前提で、ちょっと入り身投げっていうのやってみようかな、はい、ちょ今度はじゃあ一挙っていうのやってみようかな。あのね、いろいろ技があるんだけど、で一挙っていうのはね、一挙っていうのは掴まれたらやられちゃうの、それから通り道塞いだらやられちゃうの、だからこっちに入っていかなきゃいけないの。表だとね、表だとこう来てこっち入ってくるでしょ、とこれ手間ってね、こうわざわざ行ったらやられちゃうの。だからテンションが必要だとかさ、あの何こう来ないためにああやばいねと下がるとか、いろいろ入っていったらこうテンションなしで入っていったらやられちゃうんだから、だからやられないことが前提なわけ。あの手を形じゃないからやばいなって思ってんので、ああやばかったら後ろに入って落として、あの当たらない位置に逃げるとかね、で掴みに来たらやられちゃうの、掴みに来てこうやってやったらやられちゃうの、もうやられてんのか、ここでやられてんだ。だから早めに、あ、来た来た、やばい、四角に早めに入るって、それ大事。この手見てるから、この手がやらの、だから来ないでねって言ってる。それでこういうふうに入って、あ、来ないでねって、そういうふうにやってるんじゃない。で そういうことをだからいろいろ稽古やってるうちに、なんていうのかな、考えてってかな、そういう。で、それでやってるのが、中心の方がいいですよ。それから手を離しちゃダメですよ。それから、なんだっけ、足を自由に近いましょうねとか、傾いちゃダメですよとか、そういうことをいろいろ言ってるわけ。それは稽古の、稽古の、なんていうのか、やってるから、ね、そういうことわかるの。で、ああ、こうやってやったら、やられちゃってんだよね。でこうやってやっても最初はしょうがないの、気がつかないから、全然気がつかないやってんだけど、こうあるんだよって、で教えてくれてんの、彼がね、教えてくれてんの、わーやばいな、じゃあちょっとどうしたらいいか、これ手使って、これ手が来ないように入りましょうかねって、そういう風になるわけじゃん。だから受けがすごく大事だっていうのはそういう話で、こうやって間違えてこうに来たら、手ばっかり行ってたらお前来ちゃうんだよって、お前そこにいるから蹴られちゃうんだよっていうふうに言われたの。まあそれと同じね、同じだから、この手をもっと出して、こっちで出してくれば、おっとどうなって彼は倒れちゃったって、そういうふうにやりたいわけで、そういう形って、一挙の形があるから、こう一挙の形、ああ三挙の形になっちゃった一挙の形はこういう形だなこういう形でちょっとやってみようかなって感じね。で このまま落としてくれば三挙の形で、こっちから入れば一挙の形で、これ肘、あ、まあいいよ、肘こういうふうにこう
肘がこういうふうに、例えばさ、こういうふうに肘が入ってくれば、これこう下がってくるんだよね。下がってくるこれとか一緒にくれば2キロの形で、上がってくれば3キロの形って、そういう形になってんだよね。で、彼に応じて僕はやってんの。だから三挙ですからって三挙肘上げてこうやってやってないの。自然と上がってきたから二挙なのね。三挙で上がってきたから三挙なの。そういうふうにやってんの。で、彼が主導してるって、受け身の人が主導してるっていうふうに思ってるの。で、自分が主導してやらないの。あ、こうね。彼が主導してるの。こう来るからやばいな、こう見えてるから足がほらやばいなって、でやばいっていう、弱いっていう、そういうことをしなんていつも意識して稽古してるってこと。でいろいろ気づかないと、話したんだけど、草津でも話したら、気づかないとずっとやり続けちゃうことになっちゃうのかって、いや気づくの、これ気づくの。まあ、行き止まりって話、ジェイ先生が言ってた行き止まりって話ね。行き止まりに気づかないとずっとやり続けて、居ついたままやり続けてる。それは一番馬鹿げてるから、行き止まりに気づくの。あ、これ行き止まりない、これ以上やったら行き止まりについちゃう。あ、気づかないとスイッチできないから。だから早く気づくっていうのが大事。自分の失敗はすごくいい。でも気づく、あ、気づいたらや、こういうふうに、そういう話ね。じゃあ一挙の形を使ってやりましょう。力が半分まで入ってると彼、なんていうの、彼の完全に伸ばすってこと。完全に伸ばしてれば力入んないの。でも中途半端までだと力入ってるの。だから硬いの。だから持ちに来たら完全に伸ばしちゃってる。ほら、伸ばしちゃってればできる。でも伸ばしてないとするとね、伸ばしてないとするとできないんだよ。だからそういう原理っていうのは稽古じゃないと、稽古ってお互いに真剣に稽古してないとわからないから、そういうことを気づいて稽古を重ねて、一生懸命なんていうの、稽古を重ねることによって、そういう原理に気づくってことね。離れてたらやられちゃうんだから。だから おへそ持ってこうやってみましょうっていう話ね。こうやってガラガラにしてんじゃなかったら、ここ真ん中にしてこう四角に入ってれば来ないよね。でこれ外してこなきゃいけないとね、外してそういうふうに来なきゃいけない。でも四角もらってんの、四角、そういうで必要だったら足を使うとか、必要だったらこういうふうに入るとか、必要だったら正面でやらない、なるべく四角入ってこういうふうに入ってるとで落としちゃうって、そういう形ね。そういうことは稽古じゃなきゃ分かんないから、そういうことね。で、なんていうのかな、それと最近は加速するとかって言ってるんだけど、この加速、ブレーキをこうやってかけないってことね。加速、あちらどうぞって加速してんだよ、これ。加速。だからこういうふうに入る。加速、なんていうの、加速っていうのかな。補助してるって、補助。こうやってブレーキかけないってね。こうやって取りに来てんだから、こう来たら補助してる。補助、あちらで行きたいんですかって。そうです。補助って感じね。補助して、そういう感じね。そういう。じゃあ、少し自由に動いてみましょうか。足とかね、やばいなーっていうのが基本、やばいなって。で彼の視覚が大事で、手は離れない、なるべくやばいな、肘はなるべくこうやって広げない、なるべくこうやって締めとく、ちょっと待って、こう締めとく、それでやばいな、こういう感じ、石が飛んできたらやばいなって、こういう感じ。これがもう基本ってかな、その稽古してる基本なのね。
俺強いんだよってやってないんだよ。だからやばいな、いやこう強いんだよ、やばいなって。だからこう入ってんの、やばいの、やばい、やばいの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 、ほら、やばいの、やばいの、やばいの、そういう意識でね、自由に、足が自由、手が自由、足を止めてるのは自分の責任なんだから、自由なことを気がつきなさいって言ってるんだけど、自由なことを気がつくの、気がつくの、足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 自由、足自由、足自由で、こう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 、足自由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 、で、後ろ、後ろ入ってきて、後ろ入ってきて、こうね、こう、後ろ、後ろ、そういう感じ。で、いろいろやってみたらいいと思うんですよ。で、じゃあちょっと、暑いですけど、少し入りましょう。座ってね、こう、これ、この稽古の目的は、傾かないってことね。で、自分がまっすぐ、宇宙と一体になってるってかな。そういう感じね。わかんないけど、そんなこと言っちゃいけない。わかんないのに言うなって言ってんだよね、あっちの方に。で、まあ、そういう感じ、そういうね。そういうつもりになってやった方がいいと思うんだよ。ダメでもともとなんだから、宇宙と一体なってるよって、俺はねって、そういうふうに思って、やるってこと。で、ね、こういうところあんまり、宇宙とそう思ってりゃこういうふうにできないよね。宇宙と一体なんてこうにはできないんだから、宇宙と一体なってたって、こう、ほら。宇宙からなんか光を浴びてるみたいな、そういうイメージして、それでこうね、こうやって、じゃあやりましょう。開祖の銅像ってあるよね、こういうのね、本部道場とか、あれすごいいいサンプルっていうか、ああいう格好でやれよって言ってんだけどね、こう傾いてないとかね、で、まっすぐ立って、ただこうやってっての、で、多分こう降り注いでんでしょうね、多分ね。で、そういうことが分かってくるっていうかな、その意味、こうやってやってないんだよね、こうやってやってんだよね。で、こう見てないんだよね、こう普通にこういうふうにやってんだよね。でも感じてるのはここなんだよね。で、だから、開祖の銅像っていうのかな、すごく参考になると思いますよ。まあ、くだらない話しちゃったけど、そういう話で、じゃあ終わりましょう。Yeah.